はいどうもっと <laughs> いつになくポップに始まったないやね一応ねさっきねさっきって言ってもしょうがないんやけどこの1本前の動画にさあの R18 のねその3つ目のネタをやったんやけどネタって言ったなネタをなやったんやけど あのね久しぶりにやったからなんか疲れてやっつけやったんかもしれんけどさなんかめっちゃグダグダになってなんかテンション下がった、まあ一応あげたけどこれ微妙やなと思ってセリフ回しっていうかね言葉の選びっていうか、まあ、語彙みたいなもんがさちょっと致命的になんかグダグダになっちゃってさまあたまにこういうこともあんねんけどなほんまアドリブやからなどうしようもない部分もあるねんけどな まあそんな感じで。まあ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 、その、楽しんで見てくれてる人がどれぐらいいるんかわからないけど、その R18 の方に。まあ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 、それを覚悟の上でよかったら見てくださいって感じかな。聞いてくださいって感じか。えーっと、そんな感じで、まあね、それはそれでいいんやけど。えーっとね、今日は、 あのテロップにも書いてあるんやけどまあもう連休がねまあ終わるってよっていうかまあ一応今日までは連休なんやけど今日火曜か今日までが連休でシルバーウィークやながね今日までで何回 <laughs> 同じこと言うねんな <laughs> まあまあまあ今日まででどうやったんかなと思って皆さんはねその楽しんでっていうかまあ 言ったら、その、ゴールデンウィークがあったやんか。5月のな。なったやんか、それは毎年あんねんけど。ゴールデンウィークで。まあ今年はさ、例のなんちゃらウイルスの関係でさ、ゴールデンウィークなんかお前ど真ん中やったんか。むしろ4月、5月とかえぐかったやん。その、いわゆる、あの、緊急事態宣言が出てた時期なんかな、確かな、月、ゴールデンウィークって言ったら。 やからさその規制とかもできへんやろし遊びに行くのもちょっとなはばかれるような状況やったのから考えたら今はだいぶ落ち着いてるしまあその関係でいろいろ遊びに行ったりとか、まあ、遊びに行くまで行かなくても近所だったとしてもな,なんかどこどこ行きたい時とか。 いい休みいい休日充実した休日が過ごせてるんやったら羨ましい限りなんやけど俺は全然やけどな <laughs> むしろ全然休みって感じせえんやっいけどな俺の場合はただまあその長い長いっていうかまあね4日間の休みが終わってでもこれが終わったらさ言って今日が22でしょ22やからもうあと1週間1週間ちょいやけど1週間ぐらいで今月も終わりよ で9月が終わるってことはさすがになまだ俺9月はまだ暑いでとかってずっとその枠とかこういう録画とかでも言ってたけどさすがに9月が終わったらだいぶ涼しくなるからねまあ今もだいぶ涼しくなってるっちゃなってるけどそれこそ台風が来たりとかまあ今もね12号が動いてるんやっけで台風が近くに来たりするとどうしてもその気温が上がって暑くなるからまだね暑い時期 もうあるっちゃあんねんな。うんでまあ、だから10月入るまではちょっと油断できへんかなって思うけど、うん俺暑いのマジで、ちょっともうほんま限界やからさ。うーん。ないんやけど、ないんやけど、まあ10月入ればさ、さすがに涼しくなるわけよ。うん。でまあ10月の半ばぐらいになればだいぶ寒くなってくるから、まあ昼間はまあぬくいかなと思うけど、 その朝晩がめっちゃ寒いよねその温度差がね、その今までその9月までまだ暑い暑い言ってたのに、その10月の半ばぐらいになって急に寒くなってくる。で、まあ、11月になったらもう普通に寒いやん。昼間でも寒いようになってくるやんか。だから、まあ、その温度差でな、風とかな気をつけなあかんなと思うし、それこそ今インフルがね、冬場になってきたら乾燥してきたらね、また流行るやろうし。 でね、なんちゃらウイルスをまた息吹き返すかもしれへんしな。うん、まあ、あんなもん、もう時期になりそうやけどな、今後な。もうそんな根絶できるもんでもなさそうやしな。結局、風邪みたいなもんやしな、うん。っていう意味でね、いろいろね、あるけど。でも、俺としては、ほんまにそう、暑いのが終わってくれるだけでバンバン剤やね。もう、ワンチャン寒くなってもええと。むしろね。 <laughs> いやまあその寒さが厳しい地方とかさ,さ北海道とかさシベリアとかさロシアとかさそういう人は大変やと思うけど言うてこっちの方でいざ寒いっつったって知れてるやんか言ってもんでうんでまあ採再三これ枠でもその夏が嫌だっていう話をするときに再三こ,れの話この話してるけどほんまさ寒かったらワンチャン切ればいいやん。 基本的に。来たらええやん上に。<laughs> 来たらなんとかなるわけやから。うん、まあその暖房つけるつけないとかもあるストーブつけるつけないとかもあるけどまあそんなんもな夏でもクーラーつけたりできるけどその冬はなそういう外的なその気温を上げるっていう手段を使わなくても服を着るっていうことで自分の温度を上げることができるからな基本的に。それである程度 そのなななんていうんかかカバーできるからな耐えられんねんどんだけ寒くなってもまあそりゃマイナス何度とかにそんなってもうたらきついやろうけど少なくともそのまあ11月12月レベルの寒さやったらうんととかなると思う、ね、まあさすがにね1月2月はきついと思うけどうん。 まあねきついはきついと思うけどまあでも言うたも言うたもじゃないわ言うてもねうん結局その夏のく草暑いのよりはよっぽどマシだと思うでうんでも早いもんやなうんだってなんかほんまちょっと前にさそ,のそれこそ,そのなんちゃらウイルスが流行るか流行らんかぐらいの頃さ めっちゃ寒い寒い言うてた時期やもんな2月とか3月とかのレベルやからなほんでこの怒涛の夏をなんやかんや終わってさ <laughs> もうちょっとしたらまた寒い寒いっていう時期が来んねんでまあそりゃそのコロナコロナ言うてもうあのー、なんちゃらウイルス真っ盛りの時期の、あのー、ガチガチに寒い時期とはまたちゃうでその11月とか12月とかそこまで寒くないからな うん、やけど、うん、早いもんやと思うでほんまにうんでも去年のさまあ今9月の半ばもう大方終盤やんな22やからな去年の9月の終わりなんかほんま絶望的だったからないや9月の終わりっていうかまあ9月全体的に何な,な,なら 10, 10月終わりまでほんま絶望的な 日日々やったからな毎日がほんまクソみたいな環境クソみたいな状況でしかもまだ暑かまあ今,今もそうやけどまだ昼間とかやったら暑いしさほんまに大変やったのを覚えてる9月は、まあ、10月もっと大変やってんけどなその暑さに関しては、まあ、10月そうでもないけどもちろん涼しくないし何やったら寒い日もあったけどでも、うん、何が 9月は9月できつかったな暑さで言ったらなうんだ去年のこの時期ってまあその大まかに言って夏の終わりからその冬の初めぐらいまでの時期って去年のもう思い出したくもないもんぶっちゃけいいことなんか何もひ何もなかったからもっと言ったらもう多分去年の6月6月の半ばぐらいかなぐらいからいいこと全くなかったあの6月の半ばぐらいに俺 そ仕事の関係でその九州の大分の方行ったんよ。でまあその当時ね、まあ、よく来てくれてたシーナっていたやんか名前出してちょっと申し訳ないんやけど、まあ、その子がまあ言ったら大分の子がいてんよ。んでその場所とかさそのまあんだったら俺の住んでる場所とか知ってたから当時の。だから そのどこどこなんやけどこの辺にその例えばコンビニやったりとかスーパーやったりとか飲食店やったりとかどこどこ何どこにどの辺にあるとか一番近いのどことかってそのまあ地図で調べることもできんねんけど言ったら道とかが分かりにくいしその俺のすもともと住んでる辺りだったらともかく縁もゆかりもない辺りだからさすがにねその地図だけ見ても俺そんな地図強くないから方向音痴やからどっちかって言ったら。 やから一応聞きながらどの道入ったらええどっから行ったらええとかっていうのを聞いたりとかしたりしながら生活しててんななんやけどまあねその,その時期さまあ金がなかったっていうのもあるけどほんまにね変なとこに住んでたからその例えばもう遊べるスポットが近くにないとか。 そのまあ言ったらあの辺に観光地やからね温泉圏とかって言われるぐらいね観光スポットやからそういうのがき近くにあるとかっていう話じゃないから、まあ、別府とかはだいぶ離れてたかしな、うん、市内もだいぶ離れてるからうんだからほんまにねそのね俺なんかこの間さ職場でさ今旅行行くんやったらどこ行きたいっすかみたいなこと聞かれて若いやつに。 でその時は京都ぐらいかなってめっちゃ適当なこと言ってんね旅行ってこと遠くなくないって話なんやけど京都なんかやったらでもまあ京都行きたいのは事実なんやけど京都とか奈良とかな行きたいのは事実なんやけどただその願わくばね、まあ、多分早々すぐには実現せえへんと思うけど、あのー、九州のね大分とかまあ福岡とかあの辺のね楽しいところへ行きたいなと思うんだ。 もうその仕事とかじゃなくて、も普通に遊びに、で、楽しい思い出作りたいなと思ってんね正直、あの辺、いい思い出が何にもないから。その、あの辺っていうか、まあいただけやけどな、俺行ったの。もう、あの、九州に今いい思い出が全然なくて、あの辺の良さって、食であったりとかさ、そういう遊ぼスポットであったりとかさ、その、ね、その、福岡のね、あの、いねえ、ああいう歓楽街とかさ、そういうね、楽しい、 要素俺全く味わってないねんなその23ヶ月もおったのにうんやからねあ,あまあちょっとお祭りだけはねちょっと雰囲気楽しいんだけどもうそれも別に俺その客として行ったわけじゃないからそのね楽しむ立場で行ってないからうん地味にしんどかったけどなあれに関してもなうんまあ単なる小銭稼ぎみたいなもんやけどねあれも まあまああ過ぎたことあれも去年のね11月やったかな11月の頭ぐらいかなあれあの祭りでもちょっと普通に客として行ってみたいなあの九州あれどこやっけな北九州やったかなうんあれちょっと行きたいなってっていうかねああいうとこに行って思うのはさそのお祭りまあ行ったことある人ってまあみんな行ったことぐらいあるやろうけどああいうところの露天のさやつってさまあその ハズレががないもものととかもあるよよ何,何がとは言わんよその人によって好みとかもあるやろうから何がとは言わんけどハズレがないものってあるやんかで逆にもうハズレしかないものもあるやんか要はくじなんかだったらそれこそあの光るとかレペゼントとかやってたよなさあ当たりくじがどうのこうのみたいなのもそうやけど当たり入ってへんやないかみたいなんとか、まあ、そういうのとかもあんねんけど、まあ、そんなんは置いといて、まあ、そんなんねあその 偽側のやりたい方だやんか、基本的にくじとかなんかそんなんって。で、入ってる入ってないで分からへんやんか、その全部、それこそ、あの、光とかみたいに全部買わない限りはさ、その入ってるか入ってんか分からへんから、そんなんはさ、ええー、ねんけど別に。どうでもね。あの、それよりも、その食べ物。言った食べ物って結構重要やんか。まあ、ああいうところでその食べ歩きできるものとか。 ななんやろうなその俺好きなのはあのリング焼きとかあんなんなんやけどまああとイカまあこっちの地方やったらイカ焼きやなああいう系のまあ言ったらお好み焼きみたいなもんなんやけどたこ焼きとかあんな感じのもんなんやけどああいうのって外れないなと思ってんの、ね、別にめっちゃうまいことないけど普通に食えるっていうただその外れはないけど言ったらその 例えばスーパーとかの総菜とかで売ってるそれとかまあたこ焼きなりリング焼きなりそのまあリング焼きはあんま売ってへんけどイカ焼きはこの辺の地方やったらな普通にスーパーなり行ったら普通に売ってんねんけどそ,のそういうのと比べたら値段的に考えたらあのその爆裂に高いあのあ,あいう祭りでまあ知って行ったことある人は分かると思うけど大体だって俺の。 その,その言ってたところのリング焼きちゃうのあれイカ焼きやったなイカ焼きあれ何本やっけな500円とかじゃなかったかな <laughs> 確かめっちゃ高いやん500円って500円ちゃうか300円かな,なんかそんなもんかな、うん、めっちゃ高いねあとなんかアイスなんかもさあのほんまなんかクーリッシュみたいなやつやねんで、ね、まあその入れ物がさちょっと凝ったやつとかになってたりするあのなんていうのインスタ映えするようなさものではあるんやけど その中身自体はほんまクーリッシュやねん。ほんま。バニラだとチョコのクーリッシュやねん。ないんやけど、それも500円とかで売ってて、しかもそ,のそこの売り子のやつがさ、まあ、俺知り合いやったんやけど、そいつもさ、あ,のあまりにそって500円で売れるもんやから売れる、売れんやろ、こんなんて。そんなクーリッシュがさ、500円で売れるわけないやんって思ってたら、アホほど売れたらしいねんな、それが。ほんまに。た多分その祭りの中でトップぐらい売れたらしいねん、そこのやつが。 えぐいなこれってこれ700円にしても売れるんちゃうとかって言ってさすがに却下されたらしいんけどその,うあの上の人間にさすがに却下されたらしいけど700円でいけるんちゃうかって言ったぐらいめっちゃ売れてるらしいねクーリッシュやで言ってあれ140円とかで売ってんねんでそれをさ500円で何で買うねんって思うけどなしかも近所にコンビニあんねんでそんなクソ田舎とかじゃないねんでコンビニあの車で30分ぐらいさない行かれへんとかっていうとこじゃないねんで言って北九州やからな だからそんな普通にねあるしさそんなとかコンビニなんか目と鼻の先にあんのにさなんでなんでさそんなまあ確かにその入れ物がなめっちゃなおしゃれおしゃれっていうかおもろいものやってんやまあちょっと正確なこと言わへんで俺見晴れというかそのやってる人が今多分いるやろうし今夏場やからさ特に今でも多分売ってると思うから同じようのしかも500円とかで売ってるやろうから その正確には言わへんけどうんまあねそんな感じでさ当たり外れはあるし高いもんね、うん、お祭りはなでもまあ楽しいけどなほんまそのふらっと遊びに行きたいなでもこの辺でさ祭りってそんなないしまあなくはないねんけど特に今年はさ夏場さそのなんちゃらウイルスのそれこそ関係でさ花火大会とかさその手のイベントがまあ軒並み なくなったりししてるしでそういうお祭りとかでも結局人が集まるもんやからどうしてもね開催できなくなるやんかあのー、個人でやってるようなやつとか店とかでやってるようなやつはさもう強行しますってもう一応対策してるんで強行しますってできるけどやっぱりその自治体でやってるようなそういうなんか公共的なやつはささすがにできへんもんな今時期まだななんやかんや言うてまだその批判がうるさいからなあクソ。くそ クソなんか自粛中みたいなのがさ騒ぐから、うん、あいつらほんま害悪やもんな、うん、さ最近さすがにもうおとなしくなってきたけどなもうそのなんちゃらウイルスの話題出すこと自体もナン,ナンセンスな感じになってきてるけどな今まあ東京とかちょっとまだややこしいんかな言ってもうんねそんな感じでねまあそんな感じそんなこと言ってる間にもうほんまに夏夏はもう言っても終わってるって言ってもええんかな まあ夏の終盤的なニュアンスもあるんやろうけどまあその季節的に考えたら秋やもんなもう9月の終わりやからうんでも秋も何やかんや終わんねんもんなで9月が終わるわけやからもう残暑も終わりやでうんで夏の思い出みたいなのさ俺今日さそのとあるニュースサイトみたいなアプリかなニュースアプリを開いてて そこでそのニュースアプリの中でその生放送のライブ放送みたいなやってるんだなあのいわゆるそう,いうこと YouTube のあのねリアルタイム配信とかあとまあツイキャスとかまあ今ツイキャスやってるけどそういう感じのみたいな配信がやっててそこでなんかクイズの企画みたいなやってたんねでそれをちょっと見てて「の夏の思い出」って ってててどうですかみたいな話題が来ててんよそのコメントであったのかなコメントであってそれをなんかそのか司会っていうかその演者の人がその夏の思い出ってなんかあるみたいな話してて夏の思い出って少なくともまあそれはねみんなそれぞれね思い出し始めたら結構いろいろあると思うねんなそれを生まれてこの方ずっとやったらどんだけ10代の子とかでもなんやったらもっと老人でもさみんなあると思うねんな。 夏の思い出ってそれだってその生きてきた数分だけさ夏経験してるわけやんかそれはあると思うけどじゃあ今年って限って言うんやったらないと思うよな <laughs> 今年何もないもんただ暑いだけだったもんな地獄やったもんな夏なあ海とかもさまともに行かれしに花火とかもないしさ 要は夏ねさ俺基本夏嫌いなんやけどそういう夏のイベントとかもそんな好きじゃないねんけど祭りとかはまあ嫌いじゃないけどそ,のそれ以外の花火とかもそんなにあれじゃないしさあの、うん、スイカも好きじゃないしだから夏のイベントとかそういうウェイみたいなイベントパリピ的なイベントあんま好きじゃないけどまあでもそういう楽しいイベントを。 みたいなものがあってこその夏やんか夏が好きなやつって大体そういうのが好きやから夏が好きなんやか結局そういう思い出が残って楽しい思い出が残るからだって言うてそれ以外だったらクソアチだけやんか夏なんかやけどそういうなんか夏らしいいい思い出がさ残るから俺もそうやもん学生時代とかだったらさ夏の思い出ってそういう楽しい思い出はめっちゃ残ってるもんでも実際ののところ当時はその時ははそ まあ確かにそういう面白い思いその楽しい思い出とかそういうなんかちょっと切ない思い出とかさ恋愛とかのとか確かにあったよあったけどそんなんさその夏休み例えば夏休み分のさな何日あんのかな夏休みってもう40日ぐらいあるやんか夏休みって本来な今年でそうでもなかったけどその40何日ある中のさそのいい思い出があったそういう盛り上がりのあった日ってさ多分な それ以外はただ暑いだけの日が続いてんねんで、ね、家でゴロゴロしてたりとかさ「あっち」って言いながらクーラーバンバンつけてさ寝転がってたりとかさその冷たいジュース飲んでたりとかさそんなだけの日がずっと続いてんねんで、ね、その中でごくわずかなさめっちゃ盛り上がった日が印象に残るわけやんか。やからさそういう夏のさ良さってそういうなんていうのお祭りであるとかそういうね人がバー集まってさわーって騒いでさ でもう恋愛してさその場の勢いで恋愛してさなんかもうその場の勢いでやっちゃってさみたいなみたいなのを楽しめるなんかその夏だから許されるみたいなさそういうのがあるから印象が残楽しいイメージが残るわけやんかでも多分さほんまに今年ってそういうのロくすっぽなかったや、うんかただ暑いだけの地獄の時期やんな でこれでさその自粛してる人とかさちゃんとね真面目にほんまに地獄やと思うただただ暑いだけでクーラーガンガンつけてゴロ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 ,ゴロしててさ何が楽しいのみたいな <laughs> もう生きてて何が楽しいの死んだごめんごめん死んだらとか言ったらあかんまあまあまあねやけどねほんまに。<laughs> まあそんな感じでね今年はね夏はあれやったけどまあ冬はどうなんかな冬俺の冬の方がなんかその恋愛とかそういう切ない思い出とか楽しい思い出とかって俺冬の方がイメージ強いねんななんかその寒い中そのちょっとなんかキャラに合わんこと言うけどなんか寒いからなんか手伝いで歩いたりとかっていうあったかさがさ残るやんか結局まあ俺ね割と割と俺に限ったことじゃないと思うけど その夏場にささっ,きさっきも話で言ったけど着込んだらええやんかっていう話したやんかだからめっちゃ着込むんな外出る時ってダウンジャケット着たりとかさするけどあの手って俺は意外と何もせえへんねん、まあ、そスマホいじったりするのもあるけどねあのなんていうの手袋とかしたらさスマホいじる時邪魔くさいやんかあの一応その,あのスマホいじれる手袋とかあるけど。 あれでもどうしても反応鈍くなるし違うとこ押したりとかしてまうからあんましたくないねんな基本的にうんやからさどうしてもその手だけ冷たくなんねんなどうしてもあの家おる時なんか手足が冷たくなるその末端が冷たくなんねんけどまあ女の人なんか特にもっとそうやんかっていう時にさそのー まあ付き合ってる間ね彼氏彼女とさ手つないで歩けたら幸せやんかでその幸せ実感できんねんな逆にその折れへん時とかまあその折ってもその会えない日とかやったらさその寒さ感じてめっちゃ寂しくなるやんか切なくなるやんか何の話してんねんなでも分かるでしょだから俺ねその冬の方がそういう恋愛的なものとかその会えない寂しさ的なもんとか そういう情緒的なもので言ったら冬の方が俺は感じるなと思うんだけどな、まあ、夏が単に嫌いだっていうのもあるんやろうけど、うん、夏のウェイの楽しみ方じゃなくてさそういう冬にしっとり楽しむみ,みたいなのがそのデートとかでもあとそういうねカップ、まあ、デートに限らずカップルで楽しむ状況をね遊びに行ったりとかさホテル行って。 むにゃむにゃしたりとかさ <laughs> そんなんもさ俺冬の方が楽しめる気がすんねんな夏って暑いことがまず先に来るから結局ささっきも言ったけど手つなぐとかでもさ暑苦しいやんってなるやん夏,夏場やったらでそのねむにゃむにゃすんのもさめっちゃクーラー気がしてさ暑いな言いながらやるよりさまあそれ汗かいてんのもエロいけどさ、うん、実際見る分にはエロいけど自分が汗かいてんのも割としんどいからな俺も。 やってたけど <laughs> やってたけどそりゃうーんまあねそんな感じでまあね夏いい思い出、まあ、今年にでもねその言ったらまあ俺はこんなこと言ってるけど中にはさちゃんといい思い出まあその言ったらそのオンライン会議とかあるやんかそういうオンラインで飲み会やったりとかさそういう いわゆるゾーンとかゾーンちゃうわズームやズームとかでさそのいわゆるネットでね飲み会やったりとかさいろいろ楽しんでさそのこの夏を満喫できた人たちはさいいと思うねんな羨ましいと思うしうーんまあでも楽しめなかった人まあ俺みたいにね俺も全然楽しめてないけどまあ俺はまあそもそも夏好きじゃないから冬だけはね楽しませてもらおうと思うねんな ほんまに夏というかもう今年ほんま2月3月ぐらいからロクスポあんま楽しいことなかったから中にはあったよ中にはあったけどその月通してさ例えば1月とか2月とか3月とかその月通して楽しかったなこの月っていうのがさあんまりないんよね今年ってうん今年に限ったことでもないけどなないけどでも割とさあの 例えば、ね、去年に言ったらあの4月5月は楽しかったまあなんやかんや大変なこともあったよ仕事とかあともう金がないとかもう金がないのはずっとやけどまあ大変なこともあったけどいろいろ楽しかったあといろいろその面白いことがあったりとかそのまあ仕事関係でも面白いこと知れたりとかああこんな風にやるんやとかあ,あこんなシステムあんねやとか。 そのこれは仕事に関してっていうよりもその職場におけるその状況なんやけどあこんなシステムああこれ助かるなとかあこんなシステムやったらそれこそ金ない時に助かるシステムとかね後払いシステムとか <laughs> なんかね色々あったりとかさでそんなのも含めてあとその職場の人間とも人間関係もめっちゃ良かったし言ったらその今も他のところは何かと人間関係が悪かったから。 あそこだけはそかんとこ全然やから、うん、そういう意味でその去年の2019年の4月から6月ぐらいは楽しかった俺あそこをほんまやめ,ややめには良かったっていうかそのまあ大分に変わることになってんけど、まあ、あれをせんかったらよかったなと思って断ればよかったなと思って <laughs> ぶっちゃけそのあれ俺どこに働いてたかっていうとその兵庫県の西宮の方で。 あのいわゆる甲子園があるあたりで働いてたんやけどあの辺にねおったらよかったなと思って少なくともその今年ぐらいまではその1月ぐらいまではあそこにおって、まあ、ちまちま,さまあそんなに稼がれへんねんけどな稼ぎよくないからあそこやけど楽しい生活送ってさってすればよかったなって、まあ、後悔しても遅いねんけどなうんまあそんな感じでもう赤字になってるわ気づかんかった <laughs> ぐだぐだ喋らせてもらいましたわまあねそんな感じでね冬は楽しませてもらうよこのゆっくりみたいにねぶわー走ったるわそれ今まで走られへんかった分ね、うん、しかも今年はほんまいいことなかったからうんまあね夏もなんやかんやねその楽しみたいとかね楽しもうと努力してんけどやっぱり暑いのが前に来るからしんどかったからそういう意味でも冬はね まあ寒いけど寒くても楽しめるからね基本的に俺は <laughs> まあほんまに寒いの嫌いな人もいるからそりゃ人によりけりなんかもしれんけどねうんまあまあまあ皆さんおのおのでまあそのなんちゃらウイルスに負けずに楽しみましょううんもう夏は終わります地獄は終わりますこれからは天国ですあの年が変わってもねずっとねもうこの令和をさ令和ほんま一年元年からさろくなことなかったやんか だからさ、もうほんま楽しもう。で、いい年にしようぜ。ほんまみんなでね。ほんまなんか、綺麗事みたいやけど。うん。そんな感じで。皆さん楽しみましょう。そんな感じで、ありがとうございました。見てくれた人、ありがとう。バーイお疲れ。